改めましてあげましておめでとうございます。今年もよろしくお願いをいたします。まあ昨年はコロナに明けてコロナに暮れた一年というふうにも言っていいかと思いますけれども、まあ年末には第8波と言われる中、感染者数の高止まりがついて、12月28日には市内1日の感染者数が最多である256人の感染が確認されたところであります。えー、まあ、あの、まだ発表は正式にはされてないようですけれども、 格闘して、本日もしくは明日の発表の数字がこれを上回るのではないかというようなことが聞こえてきているところでもあります。まあ断を許さない状況ですので、引き続き気を緩めることなく、ワクチン接種機会の活用や場面に応じたマスクの着用、テレビの消毒、熊谷の換気など基本的な感染防止対策に取り組んでいきたいというふうに思っています。えさて、 今年の一文字、これでございますけれども、飛ぶ跳ねるという字といたしました。蝶という字ですけれども、今年はまあご存知のように、うどし、うさぎのように飛んで、皆さんと共にコロナ禍に負けない飛躍できる一年にしていきたいというふうに思っておりますし、まあ、あの、ちなみに私は、あの、年男でございます。はい。 発表事項の前にもう一つですね、日本経済新聞社さんが全国のローカル線の利用者を対象に実施したアンケート調査というのがあったんですが、その結果ではですね、いわゆる東海4県愛知、岐阜、三重、静岡のローカル鉄道18社あるんだそうですけれども、その中でなんと伊賀市が所有しております伊賀鉄道が、 接客の満足度ランキングにおいて、見事1位を頂戴したという評価をいただいたということですで。この調査は地域鉄道を月1回以上利用する16歳以上を対象に9月から10月にオンラインで実施をされまして、2675人からの回答を得た中で、伊賀鉄道は72.5%の人が満足、非常に満足との回答があって、ランキングの1位となりました。 これは伊賀鉄道が日頃から利用者目線で接客に努めている成果だというふうに思っております。まあ、社員の皆さん、あるいは、関係の皆さんには感謝を申し上げたいというふうに思います。伊賀線は市民の重要な移動手段であると同時に市外からお越しの皆さんを最初におもてなしする場として重要な役割を担っております。また伊賀市の2階づけを進めて受ける大切な財産であって、観光資源の一つでもあるところです。これからも皆さんに愛される鉄道とのよう努力を続けていきたいと思います。 で、感謝の気持ちを込まして、伊賀鉄道の忍者正義に私からの感謝メッセージを大きくしまして貼らせていただいたところであります。それでは今日の私からの発表は4つです。まあ、モニターをご覧いただきましょうか。えー、まず、資料ナンバー1の新しい図書館のワークショップの開催についてです。 伊賀市では新たなにぎわいを作り出していく伊賀市にぎわい忍者回廊整備事業として、成瀬平間家屋敷跡での忍者体験施設整備、それから図書館を中心としたにぎわいづくりの拠点となる市指定有形文化財旧上野市庁舎の整備を進めています。この拠点となる図書館が市民にとっていつでも気軽に揃える拠点にしたいと考えているところでありまして、 このため市民の皆さんに新しい図書館にいろんな形で関わっていただき、より良い図書館を皆さんで作っていただくために、図書館の作り方と題して1月29日から計3回のワークショップを開きます。伊賀市に在住、在勤、あるいは在学の人などが参加をすることができます。このワークショップが元になって設計に活かされることになるところですので、皆さんにふるってご参加いただきたいというふうに思います。 詳細は広報以外1月号のチラシでご案内していますのでご覧をいただければというふうに思います。それからこちらです。これ、えっと、田舎暮らしという本でありますけれども、この本の中で住みたい田舎ベストランキングで5年連続県内1位を取ることができました。 ま、1月4日に株式会社宝島社から発行されました田舎暮らしの本2月をこれですけれども、2023年版第11回住みたい田舎ベストランキングにおきまして、東が全国12エリア別ランキング、東海エリア57自治体のうち、総合部門で7位を獲得をいたしまして、それから5年連続で県内1位ということになりました。 えー、ジャンル別では若者世代単身者部門では9位、子育て世代部門では8位、えー、シニア世代部門では4位に選ばれまして、こちらも全て県内1位ということで獲得をすることができました。えー、なお、人口5万人以上10万人未満の町では全国123自治体のうち総合部門では20位、若者世代単身部門で25位、子育て部門で19位、シニア部門では6位に選ばれました。 全279項目のアンケートの中で、コロナ禍におけるオンラインを利用した移住相談や体験セミナーなどの移住支援施策のほか、空き家バンクの取り組みなどの住宅支援施策に力を入れていること、また医療、子育て、自然環境、障害学習活動などの取り組みについても評価された結果ということです。で、今回の調査対象となった令和4年4月から10月末までの移住に関する延べ相談件数は、 821件、移住者数は28世帯52人となっていまして、昨年同期と比較しますと、えー、延べ相談件数は145件の増加、移住者は4世帯の増加、人数は6人の減となっています。で、移住された方の中には、飲食店や民泊を起こされたり、収納されたりと、地域に溶け込んで様々な分野で活躍をいただいております。 コロナ禍をきっかけにこれまでにも増して地方維持への関心が高まっているところです。で、そんな中、昨年度から移住今週ュが案内する一日移住体験ツアーのぐるっと伊賀巡りが好評を得ております。また今年度から新たに伊賀市お試し移住登録施設及びお試し移住施設利用促進助成金を始めました。 伊賀市の住みやすさを体験してもらう機会を創出する事業をさらに推進することで、移住を検討している方々から住みたいと感じてもらい、今後さらに期待、住みたい、住み続けたい伊賀市の実現に向けて取り組みを進めていきたいと考えています。えー、モニターの方、画面が変わりまして、こちらでございます。え資料ナンバー3、関西 SDGs プラットフォームへの参画についてです。 関西 SDGs プラットフォームは持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けて平成29年12月に関西の民間企業、市民社会、えー、市民団体ですね、NPO、NGO、大学、研究機関、自治体、政府機関がといった多様な主体が参加するプラットフォームとして設立をされました。主な活動内容は SDGs に関連するセミナー等、イベントの開催や協力広報発信などです。 で、このプラットフォームには現在1,649団体が参画していまして、まあ、近畿市長会は平成16年から参画をしていますけれども、この度東も関西を中心に活動している様々な団体等との交流や情報発信、持続可能な街づくりを進めていくために、県内の自治体では初めて10月25日からこのプラットフォームに参加しました。 また、京都府の南山城村、笠木町、奈良県山添村とともに形成している伊賀山城南東山定住律券、まあ、伊賀城は定住立県としても参加をいたしました。今後は毎週発信される、配信されるダイレクトメールを町内、県域市町村間で共有するとともに、適宜このプラットフォームを活用して、地域の取り組みについても情報を発信していきたいというふうに思います。なお、この映像についてまだ伊賀市が入る前の 白抜きになっていますけど、これはいずれ塗っていただくだろうと思っております。続いて資料ナンバー4です。第63回伊賀地区駅伝競争大会の開催についてです。今年度3年ぶりとなる伊賀地区駅伝競争大会1月29日、夢がお内ちで開催します。令和元年度に第60回を迎えた歴史ある今大会ですけれども、令和2年度、3年度はコロナウイルス感染症の拡大により中止を余儀なくされたところでした。 このため、令和3年度には大会の歴史を振り返るとともに、大会開催への思いを高めるため、伊賀地区駅伝写真展を開き、多くのチームから大会への思いや、来年度こそは開催をという気持ちが伝わってまいりました。こうした中、第63回目を迎える、この今度の大会には、合計43チームから応募がありました。今回は中継所の密を回避するため、中継所の立ち入り規制や中継所の数を1カ所増やすと、 参加者に安心安全に大会を楽しんでいただくよう取り組んでいきたいというふうに思っています。私からの発表は以上です。よろしくお願いします。